素晴らしいね。素晴らしいね。何が素晴らしいってね。素晴らしいね。いや、レールに乗っかったかのように直線ハンドルががっつりとすると言ってたと思うんですけど、それとね、同様にカーブで曲がってる最中もね、ピタッと落ち着けようとするとピタッと落ち着くんですよね。これね、すごいね。落ち着きまくってるもんだからもう全然、これすごいね。はい、という感じで鈴鹿峠を越えてダムの横を抜けまーすよ。おお、しかおお。ちょっとビビっちゃったけど全然大丈夫だね。おう、ちょっと路面が濡れてるな。まあゆっくり行こうか。まあ慣らし運転だしね。はい、紅葉のシーズンになってるからいいね。鈴鹿スカイラインここっていうところがあったと思ったんだけど、もう越えちゃったかな。あ、ここだ。あたた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 た、鈴鹿スカイライン。おっと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 。はい、今日はね、慣らし運転に鈴鹿スカイラインにやってきました。慣らし運転にですよ。まあ、マニュアルビルドね、慣らし運転ね、はい、高低差のあるところでね、いろいろな操作をしながら、いろいろな部分に負荷をかけながら走ってください。決して一定速度で一定な走り方をしないようにみたいなことでね、書かれているので、それを守るために、はい、まあ慣らし運転中にね、一回はね、必ず今までの車やバイクでもやってきている鈴鹿スカイラインですよ。まあ今日はね、はい、慣らし運転だし、まあ休みの日ということもあってね、うん、そんなに入りきらなくても走れるんだけど、ちょっともうちょっとなんとかしてほしいな。紅葉の綺麗な、はい、鈴鹿スカイラインですね。紅葉色の赤色をしている我がモードグッズイブーセッテちゃんね。はい、こいつにとってもいい感じじゃないでしょうか。こういう高低差がありつつのね、山道ということで各ギアを使いつつ走る状態ね、こういうのは慣らし運転にうってつけなのでね、はい、でここに入ってるとね、いやー、またね、モートグッチさん旋回能力で、ね、すごいよ。実に綺麗な旋回をねしてくれるね。おーいっす。Uターンに近いような、つづら折れコースが続きますよ。いやー、上の方に来るとまた紅葉の感じがいいね。車が走り去った後の枯葉の飛び散り具合もいいね。なんか CM 出てきそうだよ。
で何よりもやっぱりね、このモトグッチをちょっと濡れてる感じが、おいっす、濡れてる感じがちょっとね嫌なんだけど、いやー気持ちいいね。ここのね峠、鈴鹿スカイラインは結構ね路面も荒いのでね、いろいろとあれなんですけどもね、バイクで来るのには私的には結構怖いところなんですけど、でもねこのすごいね何がすごいのかってね、この旋回中もこの安定してるんだよね。このパーキングって書いておきながら、パーキングがもう閉まってるっていうのがちょっと困ったもんだね。はい、ちょっと奈良市でギア変えてきたいんだけどさ、ギア変えるほどの状態じゃないっていうのがね、また困ったもんだね。うわー、パーキング止めようかと思ったらパーキングいっぱいじゃねえかねえと、なんだなんだなんだもう頂上だね。いやしかし、な何がこんなに車止まってんの。え、紅葉を見に来てるのかな。おいーす、久しぶりにね日曜日っていう日にね鈴鹿スカイラインに来たんですけど久しぶりすぎてきてね、いやーすごいことになってんな。おい、おおおおおおお、三重県側に帰りましたよ。三重県側は結構ガタン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 とするのでね、あんまり好きじゃないんだけどさ、あんまりガタンガタンとするのに好きじゃないんだが、段差目のね減速帯っていうのは、これは分かるんだよ、段差の減速帯っていうのは分かるんだけどさ、これするんだったらさ、このカーブ中にするのはやめてほしいよね。毎回毎回そんなことを言うてるけどさ、これも二輪車殺しだもの。いやこれするんだったら直線にしてくれって言いますあぶねえ、ね、おいーす、いやーいいね。相変わらずこのでも三重県側はね、このカーブ中の段差だけやめてくれれば、あの素晴らしい景色とねダイナミックなダウンヒルを楽しめるんだけどね、このカーブ中に段差入れるのは良くないと思うよ。あ、ドリフト速対策か、ドリフト速対策をショートするとカーブ中に入れなきゃダメなのか。どっちかというと直線路に入れてほしいよね。もう完全に二輪殺しでしかない。いや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 、私自身の鳴らしがねまだ終わってもいないのでね、はい、あれなんですけどもね、いやーすごいよ。青の滝から、めっちゃ水きれいだねカモシカ、夢のカモシカ大橋だったかな。はい、それを眺めるところで、うちのモトグッズイ V セットストーン、こちらのなし運転にね鈴鹿スカイライン走ってきました
まあ、初め小寿司ダムのところでねその話をしてから走るつもりだったんですけど、なんだかんだと、はい、久々の日曜日に走ってると、まああと紅葉の時期っていうのもあってね、いっぱいの人で、それどころじゃなかったって感じだったんですけどね。はい、さあ鳥は戻りましょうかな。まあ慣らし運転にね、ゆっくりと峠道を走る分にはちょうどいい負荷がかかっていいんじゃないかなということでね、ここにやってきましたよと。まあ、なんでこのコースを選んでるのかというとね、ちょうどこのコースで来るとだいたいね100キロなんですよ家からぐるーっとね、鈴鹿から鈴鹿スカイライン回ってで菰野町から帰ってくるっていうようなペースで帰ってくるとだいたい100キロ、出発前にねだいたい 100キロちょっとぐらい走ってた感じなので、これを走って帰ってくると、おお、猿さんがいる、猿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 が、猿が、猿が、猿が。ボス猿だね、ボス猿。はい。ちょうどね、それぐらいで帰ってくると、まあ、200キロ、ね、200キロに達すると。まあ、私の勝手な個人的な感想なんですけどね、車にしろバイクにしろね、とりあえずまず100キロがまず慣らし第一ね、で200キロ割るとだいたいシフトとかっていうのもあらかた、まあ、癖が自分の体的にもね、だいたい慣れてきて、だいたいいい頃合いになるんじゃないかなと思ったりなんかねするわけですよ。今日は200キロを目安に走りたかったのでね、なるべく負荷のかかるところということで鈴鹿スカイラインを目指してやってきたんですけど、まあね本当にね戻っついの旋回力、気持ちのいい旋回をしました